地で唐揚げパーティーやっていきたいと思います。どうした、どうしよう、どうした、どうした、どうしたんすか、何があったん、こじまりクッキング始まるよ。おー、いいね、りおちゃんお願いします。はい完成でございました。めっちゃうまそう。絶対うまいよ、絶対うまい、せーの、さん、はい、いただきます。どうも、カツオです。どうも、ヤマサクです。どうも、トウジです。どうも、カンちゃんです。トウクユキス、ほいしょー、よいしょー。さあ、今日なんですけども、うん、お家で唐揚げパーティーやっていきたいと思います。というのもですね、はい、今回またしてもなんと、うん、あのコカ・コーラさんから、うん、こちらのコークをご提供してくださいました。マジですごない、すごいわ。前回もあったんですけども、はい、今回もということで、うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。そして今回はですね、コカ・コーラさんの、発見魔法のコンビネーションという企画で紹介されているですね、うん、コークに合うように開発されたオリジナル味変唐揚げレシピ全6種類を食べ比べながら楽しみたいと思います。ありがとうございます。そして今回はね、まあ唐揚げパーティーって言ってますから、はい、我々ね、カジサックファミリーだけじゃなくて、はい、なんとトンリオ夫婦にも来ていただいてます。よろしくお願いします。ありがとうね。いや、嬉しいですよ。え、嬉しいな。いや、楽しみやね、うん、どうですか、当時めっちゃ楽しみ。ちょっと唐揚げ早く食べたいわ。もう、うちの家族全員唐揚げ大好きやから、大好き、大好きやもんな。作るのも食べるのも大好きっていうか。かんちゃんも、かんちゃんも楽しみです。そうよね、うん、で、すごい今日ちょっとニコニコしてない、うん、なぜならば、うん、リオちゃんがいるからです。リオちゃん大好きやからね。こちらどうですか、楽しみです。楽しみやな。しかも今日はただただ唐揚げを作って食べるだけじゃなくて、さっきも言いましたけど、うん、6種類のソース、ね、これも作っていくんですけど、はい、ちなみにこれ子供たちと一緒に作っていきますから、うん、楽しみやね。楽しみ。はい、というわけでじゃあ早速いきましょうか。はい、本日も、はい、せーの、お願いします。はい、マッチョ。久しぶりないんかい。さあ、ではまずはですね、唐揚げを作っていきたいと思います。ちなみにちょっとオープニングで説明できなかったんですけども、はるちゃんとせんちゃんはどこって言ってる方いらっしゃるかもしれません、はいはい、うん、うちのおかんがね、来てくれてて、うん、3人でお散歩してくれた。かわいい。はるちゃん、なんか引っ張っとった、こうやって。楽しい。ルンルンって言ってた。ルンルン言うてんの。いやいやよー言うて。最近覚えてね。そうなんですけども、ちなみにこれ見てください。もうシンプルなんですけども、はい、これお肉ね、はい、で、こちらがですね、コークの味変レシピ指定の唐揚げ粉を今回使わせていただきます、うん、なるほど、ことでございますね、はい、だからいつもの嫁作の唐揚げとはちょっと違うって感じで、はいはい、じゃあやっていきましょうか。おい、だからいつもよりも簡単よ、うん、そうか、え、そう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 、すごい。あ、どうした、は、いや、ちょっと、いや、どうしよう、え、どうしよう、どうした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 んすか、何があったん、どうしたんすか、どうやって入れようと思って、え、あの、こういうの使った方がいいかな、ああ、そういうことか、うん、全然全然、じゃあ俺が後ろからこうやったのか、え、いらないんだ。いらないって言わない、いらないんだけど、いらないんだけどです、うん、いらないんだけどです、そういうのいらないんだけど、カメラないときやってるやん。最近顔芸がねすごいのよ、バリエーションがね、バリエーションがすごい。じゃあね、辛い方、うん、おー、で、めちゃくちゃ楽やんこれ、こう揉むと、揉む、はいはいはい、大丈夫、はいはいはい、今ね、もう油も温めてやる、はい、美味しいよね、唐揚げ粉で作る唐揚げも、美味しいよ、結構、もう唐揚げって天才でしょ、うん、嫌いな人いないんじゃない、いないと思うよ、唐揚げって、うん、はい、揉み込みましたね、うん、うん、で、ここから3分、うん、はい、待つみたいです、待つ、はい、はい、さあ、今3分経ったので、はい、もうここから揚げていくだけやん、おぉ、ね、すごいやん、いっちゃいましょう、じゃ簡単やん、じゃあ、いっちょう、いっちょう、はい、きた、いいよね、うん、いいですね、うまそうやね、うん、うまそう、はい、いい感じになってきましたよ、うん、これ、ね、だいたい3分ぐらいですね、はいはい、揚げました、うん、じゃあ揚げていきますか、うわー、おいしそう、絶対うまい、絶対うまいやん、絶対うまいよ、こんな、うまい、いい匂いがする、いい匂いするな、うれれ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 、
おめでとうございます。おめでとうございます。まあこれだけで食べても美味しいのにもかかわらず、はい、今回は、うん、ソース、うん、味変ソースを作っていきますから。楽しみだな、はい、では嫁さくにここからはですね、はい、まあ今回ちなみに1キロ用意してるんで、はい、ちょっとどん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 上げといてもらって、うん、その上げてる最中に向こうで子供たちと一緒にソースを作っていきたいなと、はい、思います、はい。さあここからは子供たちとソース作りやっていきたいと思います。まずはコジサックなんですけども、うん、コジサックと作るソースはこちら、まず見てください、うん、これがしびれバンバンジー風ダレですね、はい、そしてこちら、はい、2種の濃厚チーズソース、うん、この2つをコジには作ってもらいます。はい、コジコジクッキング始まるよ。ノリノリだね。いいね。これでも結構やることはシンプルで、うん、まずはこのチーズソース作っていきたいんですけど、うん、まあ、これ全部個人にやってもらうね、はい、まずはこちらにチーズね、うん、これを手でちぎって入れていって、はい、急にテンション上がる。同じクッキングどこ行ったんや。急にはーい。さすがこじこじクッキング。さすがね。取りにくいチーズ、うん、もう一気にパッと取っていいよ、うん、それバラバラになってもいいから。ちょっとこしっちゃったね。おりゃおりゃおりゃ。チーズ溶かしたいから。なるほど。あの電子レンジでチンするから、はいはい、うん、溶けやすいようにこう細かくするってこと。なるほど。これそういう時はねこの上でやるんだよ、うん、この上で。そうそうそう、落ちてもいいよ。そう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 、いいじゃん。そうそうそう、ナイス。お、何やそれ、これ、これがコジコジクッキング。独特のチーズ入ってないやないか。さあ今ですね、こちらチーズ、はい、手でちぎり終わりました、うん、じゃあここに、はい、こちらね牛乳を全部入れてください。牛乳をまず入れていくよ。また番組っぽいね。オッケー、ナイス、ナイス。一瞬飲むボケするんちゃう。汗汗してたけども。そしてこれね、塩コショウなんですけど、はい、これは全部じゃなくてコジ一つまみをここに入れてください、うん、一つまみ、はい、はい、一つまみ、一つまみを、あ。まず塩コショウを入れていくよ。うん、一つまみ、そうそう、あ、いいね、それぐらいね。あ、いいよ、はいはい。なんやそれ。かっこいい、かっこいい入れ方やな。で、これ入れましたね、はい。で、まあこれチンしたらもうオッケーなんやけど、うんうん、ラップして600ワットのレンジで30秒かな、はい、でも今やっちゃうとまたチーズソース固まっちゃうから、うん、これは直前でやります。はい、もうこれ終わりよ。おお、めちゃくちゃ簡単でしょ。さあ次はですね、はい、しびれバンバンジー風ダレを作っていきたいと思います。こちらでね、いろいろあるんですけども、はい、まあおそらくテロップで出てると思います。はい、コジまずはここにこれ花椒って言うんだけど、これね、これを入れてください。あげる、ありがとう。で、これでちょっと軽く砕いていきます。はい、どうぞ。いける、コジ。あ、いいね。そんなに粉々にしなくてもいいかな、うんうん、じゃあ、うん、ちょっとここに集めちゃう。いいね、こうですね、集めて、はい、手気をつけて。お笑いの呼吸、うん、一の方、なんでやねん。お前すごいな。おい、すげえ。なんだそれ。いや、今のめちゃくちゃ面白いじゃねえか。素晴らしいね。さあ今これコジがやってくれました、うん、はい、はい、で、さらにここにコジ、これピーナッツあるから入れて。うん、何してんの、何してんの。入れるんじゃないの。確かにな、入れてって言うそう。だったら口に入れてって言う。まずピーナッツを自分の口に入れてって言うわ。じゃあ袋に入れてください。OK、ありがとう。はい、でさらに同じように砕いていくんですね、うん、はい、お笑いの呼吸、うん、5の方、5、萌えはありがとうございました。はい、まあこれコジがやってくれました。はい、うん、で、もうこっからもう混ぜ合わせていくだけなんですけど、はいはい、こちらにね。で、ちなみにこれ全部入れるんじゃなくて、うん、最後のちょっと盛り付け用で残したいから、いいね、ちょっと残しときます。はいはい、これぐらい、これ中入りましたよね。はい、で、ここにあとはこっち全部入れていくだけだから、はい、ラー油入れようか。ラー油、うん、あげる、ありがとう、うん、あ、トンボさんが食べるならと、うん、パパが食べるならさ、うん、パクチー入れた方がいいんじゃない。なんでそんなにダメだよ。はい、おーす、おーす、はい、ありがとう、気をつけて、気をつけて、あげる、ありがとう、 お醤油、はい、あげる、ありがとう。かわいいな。じゃあ次、お砂糖、お砂糖ぶちまける。急になんで。急になんで。で、こちらね、生姜、ニンニクと白練りごま、白練りごま、これじゃあバーンって入れちゃう。これパパいっちゃおうか。
なんかうまそうやな、うん、まあやっぱりバンバンジーといえば白練りごまみたいなとこありますから、うんうん、はい、じゃあコジ混ぜて。はい、いける。ぐる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 トンボさんにパクチーを告白してもらいたい。告白って間違ってるよ。おそらく言いたかったのは克服じゃない。そうですね、もうええわ。ありがとうございました。カットでお願いします。ちなみにこういうことをプライベートでもやってます。やってそうでした。なんかほんまですか、はい、楽しそう。あら、もうできた。いい感じ、いい感じでございます。これでしびれバンバンジー風ダレ完成となります。コジはここでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。終わりさあ、続いてはカンちゃんとリオちゃんに作ってもらいます。やったー。こんな2人に作ってもらうのは、うん、まずはそちらご覧ください。オニオンスライスのレモンマリネと、うん、はい、あと横にあるのがアボカドトマトのポンマリネソース、うん、この2つを作ってもらう。なるほど。はい、こっからリオちゃんお願いします。はい仲良し2人組で、ね、じゃあまず、かんちゃんはレモンを切ります。はい、薄切りにしてください。2枚薄切り、はい、気をつけて。気をつけてね、かんちゃん、気をつけて。うん、いい感じ。 OK、 いいね。うまい、上手。もう1枚、気をつけて。気をつけて全然薄くないけど。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。うんうん、気をつけて、本当に。いいよ。オッケーオッケーオッケー。はい、いいね。はい、オッケー、バッチリでございます。全然薄じゃないけど、なんかめっちゃ分厚くなって、うん、いや、いいんじゃないの。うん、で、これを十字に切って、うん、ちょっと隠しとこう、隠しとこう、うん、はい、はい、バッチリ。オッケー、素晴らしい。そしたら、この余ったやつを絞っていきます。はい、これは私に任せていただいてよろしいですか。 OK です。もう本当に仲いい。いや、本当にね、見てて微笑ましいですよ。かんちゃんの表情見てよ。うん、ずっと喋ってますからね、カメラ回ってないところで。うん、大丈夫、OK。 OK、 じゃあこれを全部混ぜますか。うん、混ぜます。じゃあ調味料を先に混ぜていきます。これいい、入れちゃって。じゃあレモン汁だけ私入れるね。はい、うん、大さじ1ぐらい入れます。はい、お塩と砂糖。塩と砂糖を入れて、うん、そして砂糖。砂糖、はい。で、これかな、オリーブオイル。オリーブオイル、はい、うん、美味しそう。うわ、あ、美味しそうだね。うん、サック好きそうやわね。確かに。混ぜて、はいはい、いい感じ。うん、じゃあそこに玉ねぎを、うん、とレモンを入れます。これいいね、混ぜ合わせるだけで。そうですよね。うん、じゃあレモン入れてもらって。絶対うまいな、これ、はい、これはうまいぞ。唐揚げのジューシーさと食感が、これ、あ、わあ、美味しそう。美味しそう。これかんちゃんも好きだね。ね、絶対美味しい。うん、だから女性が好きそうだね。そうですね、うん、さっぱりしててイコール安竹も好きそうだね。あ、そうそう好きですね。あ、安竹って女性好きのそうなの好きだもんね。なんてね言うならちゃんと言ってできました。こちらがオニオンスライスのレモンマリネです。はい、じゃあ続いてはアボカドトマトのポンマリネソースを作っていきます。いやじゃあ早速かんちゃん、はい、まずはトマトだね。あ、そら、ナイス。なんかみずみずしくて美味しそう、ね、美味しそう。実感、え、マジでどっちでもいいと思う。そこは指定してあげてくださいよ。マジでどっちでもいいと思ったね。
こっちの方が多いよね。うん、こっち、そうだね。じゃあ、こっちにしようか。マジでどっちでもいいと思う。仲いいからな。これ、縦に切ったり。うん、サイコロみたいなのがいっぱいできればいいんだよ。うん、いいね。オッケーオッケー。これをこう切ったらいい。そう、めっちゃ縦長だけど大丈夫かな、うん、長いやつ横にも切っちゃおう。オッケー、うまい。うまいよ、ナイス。うん、大丈夫大丈夫。子供たちがこうやって料理も覚えれるのいいよね。いいですね、うん、はい、トマトが切れました。イエーイ、うまい。いいね。そしたらもうトマトからボウルに入れちゃおうかな。はい、じゃあ次はアボカドも同じように5ミリ角に切っていきます。どうした？いや、顔に似てるねって言ってさっき大盛り上がりしてました。誰の顔？何、どこにして？目つけたんですよ。ああ見える、あ、見えるかな。可愛い。確かに顔っぽい。可愛、うん、い、可愛い。さっき目つけて、ね、笑ってた。パパともそういうのしようよ。これをこれをですよ。一緒ぐらい。そう、求めすぎるとダメなんだ。うまいうまい。リオちゃんもアボカド好きなんですか？大好きですね。もう今のあの種の穴のところにマヨネーズとお醤油かけていつもスプーンで食べてる。うわー、楽しい。嫁さっこも大好きだよ。アボカドが切れました。いやいやだ。素晴らしい。いいね。いいね。はい。それもボウルに入れていきます。うん。はい。もうあとは調味料と混ぜるだけだね。簡単。簡単だ。すごい簡単。入れちゃって。じゃあかんちゃんがごま油で、はい、私はポン酢醤油を入れます。はい。美味しそう。美味しそう。絶対うまいよこれ。美味しそう。これパクって食べたい。ね、このまま食べたいぐらい美味しい。確かに。うん。唐揚げどうやって。すごい。アボカドと合わせるのはもう発想になかったですね。確かに、うん、うん、すごい美味しそう。絶対美味しいね。はいはい、はい、これで完成です。完成です。うん、さあ最後は投資と僕で作っていきます。こちらをご覧ください、うん、キムチニラダレと、はい、そしてこちら香ばしお好み焼き風ソースを作ってもらいます。俺たち仲良し、俺たち仲良し、そんなに乗ってないね。よくわかんないもん、そんな即興にさ言われても。そうだね。なんかもうリオちゃんとカンちゃんが羨ましすぎてなんですけども、ちょっと早速やっていきたいんですけども、はい、まずはこちらね、お好み焼き風ソースですかね、うんうん、これやっていきたいんですけど、はいはい、これもすごい簡単で、うん、まあ、当時にちょっと切ってもらいたいのがこちら、はい、紅生姜ですね。紅生姜、これをちょっと細かく切っていって、はい、細かく、うん、気をつけてね、うん、ゆっくりでいいからね。そう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 、いいよ。そう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 、紅生姜臭い。ええ感じやで、これ見て、細かくできました。いい、うまいよ。じゃあ当時それをここに入れてください。うん、当時入れるのが苦手です。あ、じゃあパパやろうか、これ。ごめん、よろしく。こんな感じでこれ入れますね。入れました、はい、あとはもうめちゃくちゃ簡単なんだけど、うん、ここにこれソースね、はいはい、これもう入れて、このスプーン使っていいよ。もうすごいシンプルですわ、はいはい、でそれ混ぜちゃってください。ぐるぐるっと、ぐるぐるっと、いいですね、うん、で、もうソース自体はこれで完成なんです。完成？そう、あとはもう食べるときにこちら、はい、これね、はいはい、唐揚げの上に千切りキャベツとトッピングをのしていくっていう。なるほど、そういうことか。そうそう、まああとはお好みでっていう感じで、うん、これはもう関西人のワテは絶対好きやな。好きそう。うん、はい、というわけでこちら完成でございます。やったー、やったー。さあ続いてはキムチニラダレ作っていきます。絶対好きだよ、ね、当時これ絶対好きやね、うん、かんちゃんも好きちゃうかな、うん、だから これもすごい、これもシンプルなんですけど、はい、まずはじゃあニラを当時ここにキッチンバサミで2センチ幅で切っていって、うん、2センチ、ね、2センチ、だいたい、わかるでしょ、2センチ、だいたい2センチだから、これくらいか、うん、もうちょいか。そうそう、それぐらいでいいよ。この感じで切っていってください。はい、料理好きだからさ、当時好きよな、最近もう自分一人でチャーハン作ったりとか、すごいじゃん、ハマってる、楽しい料理、楽しい、そう、自分で作った料理ってめっちゃ美味しく感じるじゃん。うん、確かにね。そう、だからママのご飯とは違ってなんか特別な楽しみがあるよね。へー、確かに、だからやり始めはそうなんだよね。そう、
やり始め要は、うん、ママみたいに毎日毎日それをやっていると、うん、人が作った料理が食べたくなるんだよ。うーん、そうなんだ。そう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 、だからそうやって自分が料理することによって夢もまた変わってくるかもね。あー、確かにね。うん、当時もあ、ごめん、落としちゃった。全然いいよ。はい、今これニラ切り終わりました。イエイイエイ、いい感じ。さらにここに、うん、まあごま油最後に入れるとして、はい、キムチ、うん、これもですね、はい、キッチンバサミでざく切りにしていくっていう感じですね、はい、じゃあ切ります。うん、その感じでいいよ。バンバンバンって、うん、キムチって美味しいよね。キムチうまいよね。俺でも当時の時ってまだキムチ食べれなかったんちゃうかな。食べたことなかったかも、子供の時は。そうやんな。意外とね、孤児以外はうちね、辛いの結構好きなの。うん、そう、美味しいからさ、辛いのってなんか、あのママが好きだから。そう、ママの血だよそれ。あ、そうなの。そう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 。パパは、パパはね、あんまり好まなかった辛いのは。で、大人になってから好きになったの。うん、もう今食べたいでしょこれ。めちゃくちゃ食いたい。さらにここに今日あなたの大好きな唐揚げと一緒に食べれるんだって。あ、もう最高ですね、まず。はい、だいぶいい感じですよこれ。いい感じ、いい感じ。 OK じゃない当時。これいいかな。うまいっすね。はい、完成でーす。うん、これも要はまな板包丁いらずってことやから。そうですね、うん、はい、じゃあもうスプーン使ってそれ入れちゃってください。スプーン使う、それ。そう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 。で、ポーンってやって、で、ここにごま油を入れちゃってください。絶対うまい、うん、絶対うまいよ。いい匂い、いい匂いやな。うん、これをまんべんなく入れて、オッケー、で混ぜちゃってください。あ、です。最高だね。これはうまいな、うん、これはうまいよ。いい感じだね。すごいいい感じ。オッケーじゃない当時。いいかな。オッケー、こちらでキムチニラダレの完成でございました。完成です。これめっちゃうまそう。絶対うまいよ、絶対うまい、うん。で、これでもう全てのソースが完成したので、はい、もう唐揚げをもう揚がり終わってるので、はい、みんなで食べていきましょう。はい、完成しました。最高やんこれ。最高よ。めちゃくちゃ。ちなみにすいません、あのまだおいさく家にいるので、はい、出てもらってます。おいさくです。よいしょ。じゃあ早速いきます。はい、じゃあかんちゃんよろしく。はい、せーのがさん、はい、いただきます。その前に、うん、コカ・コーラで乾杯しましょう。いや、間違いないよ。はい、では皆さん乾杯。はい、どうも。いつもありがとうございます。乾杯です。乾杯。おいさく好きだよ。俺も好きだね。はい、うまい。はい、うまい。もう優勝です。大優勝。おいさくもコカ・コーラ大好きやねんな。コカ・コーラめっちゃうまいわ。うまいな。うまいよね。そしてそして、はい、唐揚げですよ。これちょっと食べていきましょうか。はい、それぞれが好きなアレンジのソースで、はい、もう早速いく。もう行こうよ。いいよいいよ。どれいく。楽しみだね。じゃあ、そしてキムチ入れようかな。キムチ、キムチ、キムチいく人。はい。あ、とりあえず掃除。はい。あ、いった。いいね、親子だね。うん、これ上からかけてやな。いや、絶対うまそう。絶対うまい。これやばいね。ママに渡して。ありがとう。もう当時もいっちゃっていいよ、これ。いっていい。じゃあ、いただきます。のっけてな、ちゃんと。うまそう。うん、うん、いいね。どうした。めっちゃうまい。あ、からの。そうだよね。マジうまい。嫁さんどうぞ。いただきます。これもうずっと気になってたんだ、美味しそうと思って。たっぷり乗せて。いただきます。はい、うわ、一気にいった。うん、美味しい。うん、イエーイ。絶対好きよね。うん、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 と思うわ。コカ・コーラにも合うんじゃない。すっごい合う。ねえ、合うよね。ちょっとピリッとしたやつとか、うん、結構合うよね。合う、合う。かんちゃん、次食べていい。もう我慢できない。じゃあ、どれがいいの、かんちゃん。かんちゃん、アボカドのやつ。やっぱそれか。行くよね。これ行く人いないほうが、とりあえずかんちゃんだけ。あ、はい、来た。手上がってます。やっぱそうよね。うん、2人で作ってたしね。たからたっぷりでね。わかるよ、かんな。その感じわかる。それちょっとかけたいよね。それわかる。かけたいよね。いいんじゃない。リオちゃんも、リオちゃんも大好きだよねこれね。いただきます。はい、うん、はいはい。いったね。うん、
美味しい。やーだ。やった。いいですね。リオちゃんもどうぞ。はい。いただきまーす。うまそう。よいしょ。うん。どう？おいしい。やだ。ほんまうまそう。すごい美味しいね。本当。なあ。うん。合うでしょ、コカ・コーラに。合います。なんかアボカドのまろやかな感じをスカッと流してくれる感じがする。なるほど。最高やないかい。こっち食べたいやろ、早く。うん、食べ食べ、ソータローも取って。うん、どれがいい、どのソースにする？チーズで。チーズ？オッケー。チーズをこれ気になってたんだよね。これね、ちょっと混ぜるな。うん、うわ、うまそうだね、チーズ。そうチーズ。あれ絶対うまいよ。はい、こっちかけ。はい。おいさくどうする？俺じゃあお好みでいこうかな。お好み、あ、さすが関西人。それはキャベツのせーの、せーのですよね。ソースこれをちょっと上からかけーの、かけーの、いいですね。そしたらカツオと青のりをかけーの。うまいよな絶対。うわうまそう。じゃあこの食べ方気になるな。じゃあまずこのままおいさくいっちゃおうか。じゃあいただきます。どうだ？おっ！おっ！おっ！って言った。うん。うん。どう？おっ！どう？これさ、このジューシーな唐揚げに濃厚なこのタレにこのスパイスのあるこの青のり、これすべてこの唐揚げハーモニー。うまいわ。おいさく、いつもありがとうな。でもほんまうまいやろ。まずうまい。うん、コジも食べ。しゃー、いった。お、いったいった。うん。コジもマジで好きやからな。ウルトラハーモニー。おはでなー。ウルトラハーモニー。うれしそう。おいさく大好き。おいしいよな。じゃあどうする？これいくへん？これ。あ、俺じゃあバンバンジーいっていいですか？あ、バンバンジーいく？はい。いいですね。かけちゃいますよ。うん。じゃあ俺もかけちゃおう。これカンちゃんとリオちゃんが作ってくれたやつですよ。こうやって。これは合うよ、絶対に。お好みで。これいいっすか？うん。おい箇所。おい箇所。おい箇所。いただきますよ。最高だ。これ同時に行こうかもと思う。あ、行っちゃいましょうか。ね、せーのがさん、はい。いただきます。うまい。うまい。ほんとにおいしいわ。かんちゃん、りおちゃん、これ最高だよ。めちゃくちゃ美味しい。うまい。どう？最高。このナッツもめちゃくちゃ合うわ。あ、歯応えね。うん。そういうとこっちのオニオンも、うん、いい食感がして、うん、オニオンさんのね、うん、オニオンさんのからのですよ、海作くん。うまい、ほんまにうまい。ずれてたぞ。ずれてた。ハイタッチとハグでずれてたぞ今。絶対バレたよね。お前さ、俺こうやったら見えたよ。なんでこれきっかけでお前がハグに抱きしめたくなる。めちゃくちゃ変な感じだったよ。うまい。めちゃくちゃうまい。ちょっとここからも自由に。いいですか。そうそう。はい。いや、ほんまうまいわ。うまっ。めっちゃうまい。今日、かんちゃん、これマジで食べるわ。ほんま、俺キムチ食べたいな。これチーズいきたいな。あっ、うまっ。ん、キムチ、うん、最高。キムチ美味しい。めっちゃうまい。チーズもめっちゃうまい。あの、キムチ辛すぎないですごい食べやすい。うんうんうん。しかもこのキムチのさ、ピリッとした感じがさ、このコカ・コーラがスーってしてすごい合うよね。あー、確かに。うん、確かにな、うん、合うのよ。うん、うん、これどれ、これやろ。めっちゃ美味しい。それオニオンの、うん、パパ、そもそもさ、うん、あれソースが美味しいよね。唐揚げもそうやけど、ソースがね、うん、美味しい。
これちょっと嫁さんくんマジでやろうよ、プライベートでな、うん、俺じゃあソース担当で、うん、そうね、うん、ちょっとやってみたい、一緒に作ろうか、うん、あ、夫婦で、はい、夫婦でお好み、うん、夫婦でお好み、でも二人とも関西人ではないからさ、お好み焼きとかどうなん、結構多分、あ、でも好きですよ、好き、うん、あ、好き、粉もん大好きです、大好き、うん、リオちゃん、たこ焼きとかも本当に一番好きな食べ物がたこ焼きです、えぇー、本当に今度またたこ焼きパーティーとかもええよね、やりたいわ、焼くの任して、あ、いいんすか、すごい、やばい、さっき言うてあげて、え、ちょ、ごめん、聞いてなかった、今ちょっとアボカドに集中してた、私今アボカドに負けた恥ずかしいわ、俺ほんまに話聞いてくれよリオちゃんが作ったやつ、どれ、リオちゃんが作ったやつ、うん、食べてくれるの、急にピンポイントでこれリオちゃんが作ったのはこれ、オニオンと、うん、あと、これアボカド、めっちゃうまそう初めて会ったからさ、え、初めて会ったからさ、あー、そうかそうか、優しいな、仲良くしたいってあるやん、なるほどな、でも違和感あるぐらいのストレートまだ100分でこう、リオちゃんとカンちゃん作ったのどれやったら、そうですね、ごめん、ちょっと部屋やったな、いや、ええよええよ、いっちゃって、いくわ、うん、うん、リオ、リオ名前を呼ぶな、リオリオちゃんやすんません、うちの甥っ子が、すいません、ほんまカメラ止まった時にちゃんと謝るタイプシュウマイ、俺キムチ一番好きかもしれない、やっぱな、キムチうまい、うまいよ、俺おいさく辛いのが大好きやから、キムチって誰が作ったの、キムチはね、うん、韓国の人かな、うん、韓国ってわかる、違う違う違う、あれ、キムチのソースそんなね、もともとのキムチ聞いてないよね、コジはね、それぐらい知ってるよ、みたいな、今日ずっと恥ずかしいねキムチは、当時が作ったよ、うん、めっちゃ恥ずいや、今の韓国だなそれぐらい知ってるから、パパみたいなあら、もうすぐなくなる、うん、すごいね、あ、うまい、これうまそうやな、2、3キロいるね、これ、うん、本当にまあこれ終わった後もまだお肉あるから、うん、全然、うん、最高っすね、マジで最高、では、かんちゃんよろしくです、はい、せーのがさん、はい、ごちそうさまでした、最高、いや最高、あっという間になくなりましてですね、ベロリよ、はい、うん、じゃあまずちょっと感想聞きたいんですけど、はい、トンリオ夫妻どうでしたか、いやもう最高だったね、最高だった、いやもうほんと美味しかったんで、うん、もう今回のこのソースとコカ・コーラのセット、うん、もうまんま我が家でもやりたいと思います、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、今日来てくれてね、最高でした、ありがとうございます、はい、じゃあソース作っていった子たちに聞こうかな、うん、まずはじゃあコジどうだった、楽しかった、楽しかった、うん、ああやって自分でソース作りとかあんまやってないもんね、うん、またじゃあ覚えたらさ作ってあげてよ、うん、ママに、うん、作る、その時はね、あれ動画撮りたい、あ、撮りたいの、うん、OK、じゃあその時また動画回すって作ろうか、うん、OK、じゃあかんちゃんどうだった、ソース作るのも楽しくて、うん、食べる時もすごい全部美味しくて、全部ちょっとずつ食べたんですけど、うん、美味しくて、でもなんかお好み焼き風を食べそびれてすごい悔しいですそうだったんだそうそう、結構もうみんなガー食べてもらうか、また後でママがあげてくれるよ、うんうん、はい、じゃあ当時はね、もう、うん、なんて言うんだろう、一つ一つソースのさ、うん、個性があって、うん、そう、すごい美味しかった、今回美味しかった、うん、自分で作ってみてどうだった、ソース、え、自分で作ってみて、うん、やっぱりそのなんていうんだろうな、例えばそのカンちゃんとリオちゃんが作ったオニオンのやつあるじゃん、うんうんうん、オニオンのやつより自分が作ったやつの方が美味しく感じたんだよ、あー、なるほど、自分が作ったからってことね、そう、なるほど、なるほどな、今の当時が言うからよかったけど、パパが言ってたら多分炎上してるそうですね、当時でよかった、当時でよかったわ今、はい、でも分からん、それね、当時も言ってたの、自分でソース作ってる時に、自分で今作る料理が一番美味しく感じるって、そうだよね、まただからママとパパに作ってよ、うん、作るよ、頼んますわ、はい、ママに、いや最高でしたね、最高でした、唐揚げパーティー、バイバーイ、Oh!
やほんまに美味しかったっす。うまかった、最高。もう終わってからもカンちゃんがやな、うん、もうずーっとママ早くあげてあげて言うもうずーっと食べたい食べたい言うてえらいことでしたけども、しかしトモさんあれですね、うん、やっぱりコカ・コーラがあると毎日の食事が楽しくなるな、やっぱりね。楽しくなるよ、最高ですよ。最高、うちの子供たちも全員コカ・コーラが好きやったりする。そうですよね、うん、なんですけども、そしてですね、今回ですね紹介したコーク専用味変唐揚げレシピの詳細は、概要欄に載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。うん、それでは最後にコカ・コーラさん本当にありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。